道南バス登別温泉ターミナルですね。登別駅からバスに乗って登別温泉にやってきました。ここはバスターミナルですね。ちょっと水たまりができてるんですけど、さっき雨がねザーザー降ってたんですよ。今日朝は晴れてたんですけど、昼から急に雨が降ってきて、また雨が止んで、ちょっとまた青空が覗き始めたかなというところなんですね。道南バスですね。今日はちょっと登別温泉をちょっと散策してみたいと思います。すでに下見は済ませてあるんで、軽く見どころなんかを紹介できたらなと思うんですけどね。これは何だろう、鬼が持ってる棍棒かな。この辺はなんか観光客向けの、こういう熊のぬいぐるみだとか、こういうなんか土産物店が多いですね。商店街というか、登別なんですけど、登別駅っていうのは登別市の中心じゃないみたいなんですよね。幌別っていう駅が登別市の中心で、登別って駅は要するに温泉街への入り口駅なんですよね。なんか石像がありますね。温泉がね、温泉をこう柄杓ですくって、これにこいつにかけてあげましょうねっていう場所なんですよね、これはね。でも観光客にとってはさ、よそ者にとっては市の中心っていうのは別にどうでもいいわけですから、登別温泉のねバスの乗り換え駅が登別駅であった方が、分かりやすいといえば分かりやすいのかもしれませんけどね。もともと私は観光地っていうのが大嫌いで、もう観光地なんか絶対行くもんかと思ってたんですけど、セイコーマートがあるね。最近は観光地もまあいいかなみたいな感じでたまに巡ることがありますね。北海道はね、今までに何度も来てるんでね、北海道はもう全駅、行ったことのない駅が一つもありませんし、行き尽くしてしまったんで、観光地でも行きましょうかっていう、熊牧場入り口ですね。熊を安全に楽しめる場所ということでしょうかね。だから熊本来の危ないね、動物としてのね、熊じゃなくて、その、安全に熊を楽しむためのね、偽りの熊をね、見られる場所だと思います。坂道になってますね。登別の駅は、海沿いですけども、温泉街は結構山奥ですからね、ここはね。鬼だ、鬼。かわいいですね。かわいい鬼ですね。やっぱり山奥だけあって天気の変化が激しいですね。登別日体親善協会ですかね。日本と台湾の人と仲良くしましょうねってことですかね。なるほどね。結構さ、外国人の観光客とか多いですよね。東京とかだとさ、東京の上野とかね、秋葉原とか行くとさ、なんか中国人の人たちとかが、電気屋さんにね、群がってたりとか、そういうのありますけど、東京だけじゃなくて、地方の観光地も結構ね、外国人の人多いですからね。ホテルがありますね。第一滝本館。第一があるってことは第二もあるんだ。すごいな。こんなとこにもなんか鬼みたいなのがいるね。鬼となんか登別温泉と何か関係あるんでしょうかね。鬼、
ぱり鬼は外って感じで、普通は鬼っていうのは敬遠されるものなんですけどね、鬼は外、福は内だからですからね。あ、そしてちょっといいですか、登別温泉浅間公園ですね。なんかこん棒みたいなのがたくさんなんか立ってますよね。なんかほんと鬼をさ、アピールしすぎなんですよね。鬼何なんでしょうね、やっぱね、鬼このなんか湯気が、あの温泉の湯気が上がってる様子がなんか地獄みたいって感じですかね。これでこうやってね、湯気がね上がってるわけで、まあ源泉、浅間っていうのと浅間と源泉の違いは私は知らないんですけど、まあ登別温泉のね源泉の一つなんでしょうねこれね、なんかお湯、熱湯がね噴き出してますよね。そしてこの棍棒にはね、こういう風に絵馬がたくさんついてて、やる気のスイッチを入れるようにけじめをつけるっていうことが書かれてますね。それから数学ができるように、野球元気で頑張れますようだって。そっか、けじめと数学と野球か。また鬼がいますね。赤鬼と青鬼がお二人揃って何やってんだろう。なんか威嚇してるよね。なんかここにやってくる人をさ、おいお前らただで帰れるとは思うなよみたいな感じで、歩行動画でね、あの登別温泉を悪く、ちょっとでも悪く言ったらね、なんかぶん殴られそうですよね。あの棍棒で、あの棍棒さ、なんかトゲがついてるじゃないですか。あれってやっぱりさ、そのトゲを、だからこの棍棒っていうのは武器なわけですから、相手を殴るためにね、敵を殴るためにあるわけでしょ。で、その棍棒についてるトゲっていうのは、相手を殴った時に、相手にそのさらに大きなダメージが加わるようにトゲをつけてるわけですよね。怖すぎでしょ、鬼とか。ちょっと鬼はちょっと勘弁してほしいなという感じがしますね。お日帰り様、お日帰り様入口だって。お日帰り様ってなんか妙な言い回しだなと思うんですけど、日帰りのお客様とかでいいんじゃないかな。宿泊しないケチンボ様でもいいですけど、まあ多分登別温泉の中でも結構代表的なホテルなんじゃないかなと思うんですけどね。あ、そうそう、これ地獄谷ですね。そう、地獄谷の方ちょっと行ってみたいと思います。温泉に入りに来たわけじゃないんですよ。この温泉街のその源泉風景というかね、それが面白いらしいっていうのを聞いてやってきたわけなんですね。ちょっと紫陽花がなんか沈んでますね。なんかバスとか結構来てますよね。なんかこれは白樺をイメージした街灯でしょうかね。これ木じゃないもんね、これ。あの木っぽく見せたコンクリートですよね。まあ、こういうゴミ置き場なんかも、こう、温泉街の風情に合わせて、なんか木製のね、看板にしてたりとかするんでしょうね。地元の人のためのものですけど。やっぱあれですかね、外国人の人たちとかはやっぱりツアーとかで来るんですかね、こういう観光バスとかで。やっぱ言葉通じないとなかなかきついものがありますもんね。いや、だからさ、そのね、私は外国人の人たちがそのね、悪いとか言ってんじゃなくて、その言葉通じなくても観光しに来るっていうのがね、すごいなって感心してるんですよ。なかなかさ、自分もこの歩行動画で海外の歩行動画なんかもやってみたいんですけど、やっぱり言葉通じないとさ、なんかお店で物を買うときも困るしなとかね、駅行って切符買うのにもさ、どうしたらいいか分かんないしなとかさ、思っちゃうんですよね。まあ、もちろんツアーだったら別に心配はないでしょうけど、やっぱりツアーじゃね、面白くないですもんね。自由奔放に自分勝手できないですから。
地熱水で注意ですね。登別地獄谷ですね。支笏洞爺国立公園。そうなんだ、国立だったんだ。うん、なんか湯気が上がって、なんかこの荒々しい山というか、山じゃない、谷ですね。谷のところにこう温泉というかね、が湧いてるんですかね。まあ、だからこの辺りっていうのはやっぱり火山活動がね盛んなんですよね。有珠山とかもありますもんね。有珠山とか噴火したじゃないですか。ちょっとこっちの方も行ってみますか。なんだっけこれ。あ、薬師如来か。しかし、ちょっと、薬師如来何なんでしょうねこれね。建てまつってる感じなんですけど、温度が60度あります。引用は許可されておりません。ほら、なんかほら、英語、中国語はハングル文字でね、4カ国表示ですもんね。いかにこう外国人の観光客が多いかっていうね、立ち入り禁止ですね。グツグツと音がしますよね。聞こえますかね。グツ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 ってね。この荒々しさがいいですよね。このなんか人なんて簡単に殺せちゃうぞっていうね、まあ、そういうまあ自然のなんかこう厳しい姿というか、あの秋田県のさ、五所掛温泉もこんな感じですよね。まあというか、こういう、まあ、いわゆる硫黄泉というかね、硫黄泉にはこういう、まあ、遊歩道とか結構あったりしますけどね。北海道だと確か、なんだっけな。川湯じゃない。川湯か。硫黄山っていうのがありますよね。弟子鹿町ってとこなんですけど、北海道の弟子鹿町に硫黄山っていうのがあって、硫黄山もね、結構こういう感じで、まあ、観光地化されてますよね。こっち行きましょう。鉄線池かな？読みがね、わからない。鉄線池ですよね。鉄線地？数分おきの間欠泉。そっか。これ湯気が上がってくるんで、この湯気がもくもく上がるじゃないですか。ちょっとね、目を離した隙に、ちょっとだけ目の前の風景も変わっていくんですよね。ただ山があります、川があります、滝が流れてますっていうんじゃなくて、なんかその、1秒ごとにさ、どんどん表情が変わっていくんで、この一瞬の景色っていうのはね、この一瞬しかない。まあ、それは当たり前なんですけど、この湯気のね、こう立ち上り方によってさ、やっぱり写真1枚撮ったとしても、やっぱり全然人それぞれなんか全く違う写真になっちゃったりとかね。そういう変化が面白いですよね、変化がね。なんかこう、三途の川っていう名前つけてるみたいなんですけどね。三途の川、なんかとにかく地獄にあやかりたいみたいですよね。まあ、私は地獄より天国のが好きなんですけど、で、この黄色い色がね、黄色い。匂いも結構、なかなかいい匂いしますよ。
そしてここは遊歩道の終点ですね。完結線っていうのはこれですかね。確かこれ、なんか湯気は上がってるけど、あーはい、ちょっと待ってください。写真撮影を頼まれてしまいましたね。そんなことやってるうちにだんだんこう日が出てきたんじゃないですかね。この川もさ、川って普通冷たいじゃないですか。川の水って冷たいと思うんですけど、多分これ暑いんでしょうね、きっとね。この温泉の水ですからね。そしてこの黄色い色がね、またなんか硫黄泉って感じですよね。いやー、なんか確かに地獄と言えなくもないですよね。ここの立ち入り禁止ですけど、あの 冒険だとか言ってね、あの山の中腹まで登ってったら確かに地獄ですからね、これはね。すごいな、この湯気の多さが。お、なんかお湯がなんか吹き出してきましたね。ああ、いいじゃん、だから立ち入り禁止。わかんない、カメラのレンズが曇る。おーっと、とか。たまにね、こうやってね、お湯がなんか勢いよく吹き出してくるんですよね。まあ、そんなわけで今回は登別温泉にやってきたわけなんですけど、この地獄谷だけじゃなくて大湯沼とか、あの大正地獄ですかとかね、あとなんか足湯に入れるあの温泉の川があるんですよね。川が流れてるんですけど、その川の川が普通の水じゃなくて温泉になってて、足湯に浸かれるっていうのがちょっとあるんですけど、さっきちょっと行ってきたんですけど、ちょっと歩行動画ではね、ちょっと時間ないんで紹介しませんけど、あの大湯沼とか結構景色いいですよ。観光客がね、地獄谷がすごく多いんですけど、地獄谷の3分の1ぐらいしかいないですからね、大湯沼はね。さらに大正地獄とか足湯の方行くと、さらにその半分ぐらいになりますから、まあ、やっぱりみんなあれですね、歩くの嫌なんですよね、きっとね。ほんとね、そんな1キロ、2キロもないくらいなんですけどね。もう歩き抜きに旅行はできないというのに、なんか本当にね、歩かなさすぎる人、歩かない人が多すぎるよ。まあその分だけね、自分だけの景色が見られるので、まあそれはそれでいいんですけどね。まあ、ぜひね、皆さんもね、あの登別温泉に来た際にはですね、地獄谷だけじゃなくて大湯沼とかね、足湯とかあっちの方にもね、足を運んでみてはいかがでしょうか。ちょっとさ、あのさ、本当だったらもっとね、あの悪口というか嫌味というか、癖のあることを言いたいんですけど、ちょっとさっきね、鬼に脅されてしまってね、ちょっとなんか変なこと言うだね。ちょっと後で棍棒が飛んでくる可能性があるんで、ちょっとあんまり下手なこと言えないんですよね。で、こう、湯気が立ち上ってく丘の向こうにね、ホテルがね、立ち並んでますよね。まあ、これからもね、観光地の歩行動画っていうのは少ないと思いますけど、北海道もね、いろんなところ行って歩行動画をで紹介していきたいと思いますのでね、ぜひね、よろしくお願いします。北海道の皆さんも北海道じゃない皆さんもね、楽しんでいただけたらなと思ってます。ありがとうございました。